じゃあこんにちは。はいよ。さあ、ゆたかさん、はい、ラスト4チーム、はい、キャンプの、はい、課題見どころですけれども、はいはい、まあ、早速いきましょう、はい。まずセリーグは中日です、はい。まあ、中日は俺が言わなくても分かるだろう。中日は、はあ、どう、いや、どうですか、まあ、中日はもうだって立浪さんになるし、そもそも練習きついですから、まあ、きついけど、はい、もう打つことだよね。そうですね、ああ、点を取ることだよ、まあ、昔から言われてますね。だから点を取るキャンプをするという、まあ投手陣はね、はい、岩崎翔とか、はい、ね、入ってきて、うん、又吉が抜けたけども、はい、でもある程度、まあ、安定感を見せてきてるし、若手も伸びてるし、はい、うん、中継ぎも確立されてるし、ある程度ね、はい、そんなにピッチャー陣は心配じゃない。これはもう落合英二という、はい、ね、人間に任しときゃ、うん、俺は仕上げてくると思うんだよ、はい。だからいかに点を取るか、うんうん、だからそこにはとにかくチームバッティング、これが必要だと思うんだよね。そのチームバッティングをするためにキャンプではじゃあどういうことか、その技術を教えてあげる、まあ、例えば簡単なことで言えば バントだよね、はい、いかに進塁させるか、うん、まあ、バントの中にはスクイズもあったりだとか、いろんなバントがあるけども、バスターエンドランとかもあるけども、はい、まあ、例えばランナー一塁にいる、うん、右方向によって一二塁間を抜けると一三塁が、はい、1、3塁、ランナーがサードに行くことによって得点力が上がってくると、うん、で、この1、3塁を作ったときに1塁とバッターでエンドランをかけるとか、はい、もういろんなことで点を取ることをやっぱこう考えた方がいい、うん、走塁も含めて、はい、まあ、例えばダブルスチールもあれば、フォースボークっていう、まあ、言ってもわからないと思うんだけど、はい、フォースボークっていうのは左ピッチャーで、うん、おとりに一塁ランナーが出て、はい、出る瞬間に、瞬間じゃない、サードランナーが切った時におとりに出て牽制させる、はい、その間に1点を取るとか、あ、だからいろんな取り方ってあるんだよ、点って、はい、だからその点の取り方をもういく通りも練習するというさ、バッティング以外でも走塁でもそう、はい、だからいかに点を重ねていくか、うん、まあ、ミーティングもそうだし、キャンプ中でもやっぱそういうことを教えていかなきゃいけないよね。おー、個々のもちろんバッティング力プラスアルファチームで全体としてのそういうミーティングだったり、チームとしての点の取り方を考えていかなきゃこのキャンプいけないっていうことです、ね、いや、もうそこが最大の課題だから中日は中日は、まあ、ずっとそうですけどね、中日なかなか点が取れないっていう、 あとはやっぱ若手ね、ネオだったり石川だったり、はい、ブライトだったりだとかさ、はい、そういう若い野手陣をいかに育てるかっていう、あとやっぱその立浪監督がどういう風なキャンプをあのグラウンドでしてるのかっていうのもやっぱりファンは気になります。まあそりゃそうだね、はい、まあね、シュッとしてかっこいいよな、うん、はい、でしょうね。いや、だからもう点を取ること、はい、もうそこのキャンプだから。そうです、ね、やっぱ勝つためにキャンプをやってるわけだし、はい、点を取るためにやるキャンプだから、うん、だからそこら辺はミーティングをしたりだとか、はい、ね、徹底してほしいなと思うね。そうですね、うん、さあ、DeNA です。 DeNA ね、はい、もう楽しみでしかない。あ、それはこれはやっぱドラフト もう満点のドラフトだし、はい、補強も、うん、まあ、藤田取ったり太田大志取ったりだとかさ、はい、チームに必要な人間を取ったよね、うんうん、あとはやっぱコーチ陣を変えた、うん、それも生え抜きで実績のあるコーチを呼んできた、うん、楽しみでしかしょうがないもう OB としてはそうですよね。期待するしかない。これはこのキャンプ中っていうのは例えばその、まあ、太田大志選手も入りますし、野手の面ではどういったところを注目してみるのか。もうね、まあ、太田大志は外野手の一角に入れるかどうか、はい、まあ、例えば佐野がいて桑原がいてオースティンがいる、うん、この牙城を崩せるかどうか。そうですよね、この刺激だから。藤田は内野手、うん、森の前でノックを受ける、見せるだけでいいから。お、背中で教えるってことですか。もう後ろから森が見てるだけで勉強になるから、はい、そのぐらいうまいから、うん、もう本当に言うことない言うことない。いや、あとは、はい、やっぱねコーチを変える、はい、やっぱ選手は新鮮になるんだよ、はい、新鮮な気持ちを持つ、まあ、石井拓郎がいて鈴木孝則がいて、うん、あと斉藤隆がいるでしょ。そうですね、はい、相川がいる、はい、これみんなさ関わることなんだよ、野手もピッチャーも、はい、新鮮でしょうがない、うんうんうん、新鮮だよ、うん、気持ちが新鮮お、ということは吸収力もあるぞ、はい、だからここでいいことを教えて、
ね、まあ臨時コーチで俺が行けばいいんじゃないですか。そうですね、めちゃくちゃになったりして逆に、いや、まあ、だけど、はい、俺はあとは大輔が、ね、うん、仕上げたものをどう手綱を締めて、はい、緩めたり締めたりいろいろするかどうか、はい、もう楽しみでしょうかね、うん、あと、まあ、昨シーズンがすごく良かった牧選手、牧選手はキャンプって どういうことを取り組んでいけばいいですか。あ、だから牧もやっぱ YouTube に出れないぐらい忙しかっただろうから見たいですね。見たいだな牧見てますか。いやだから、はい、やっぱ疲れだよね。疲れが抜けてるかどうかっていうのはちょっと心配だけど、はい、やっぱ欲は出てくるよね人間だから、うん、だけど欲をかくと怪我になってくるっていうこともあるし、はい、徐々にでいいからお米を炊くぐらい、うん、はい、お最初ちょろちょろなんかパッパ、はい、ね、ぐらいでいいから、うん、あ、そのぐらいのペースでやってほしいなというふうには思うよね。うん、まあ、可愛い後輩だしさ、そうですね、まあ、このままこうちょっと頑張ってほしいしね、はい、まあ、チームの中心には必ずなってほしいし、うん、だから、まあ、牧にとってもまたコーチが変わるっていうことは昨年得たものからまたプラスアルファが生まれるという、うん、うん、だからすごくもう楽しみでしょうがないんだよな俺は。そうですよね。しかもあと去年はその外国人選手オースティンなどいなかったので、うん、でも最終的に4番も任されてましたけど、うん、このキャンプではどこを打つことを主軸になんか考えていくとかってあるんですかね。もうね、はい、いい、そんなことは考えない。もう大胆に大胆にやっていいが何番だろうが、いやもうね、はい、いやもう俺らのチームは、ね、はい、強いんだぐらいもう勢い持っていけみたいな、うんうんうん、いいかって、はい、信じて疑うなって、うん、必ずできるからって、はい、だからもう背中を押してやる大輔が、お絶対大丈夫だって、うん、その代わりいいキャンプをやってくれと、うん、ね、自分の課題チームの課題、はい、それも克服し、あとはプラスアルファ、うん、自分に力をつけてくれと、うん、でスタミナをつけてくれというようなことでいいから、うん、これは投手陣にももちろん言えること。そうだな、まあ、若干投手陣がな、ちょっとそうですね、ちょっと投手陣よりかは、うん、今永が、まあ、頭からいけるということ、開幕からね、はい、多分ね、で、まあ、大貫、京、はい、セラ、右ではね、まあ、上茶谷が入ってくれると嬉しいんだけどさ、はい、で左は東、はい、で、浜ちゃん、はい、いることはいるんだ、いますよね、うん、あとロメロっていう外国人もいいしね。だから、まあ、そこら辺が揃うと、うん、多分大丈夫だと、お楽しみでしょう。そうですね。あと後ろはどうするんですかね。後ろはほっとけよ、お前2人で競争するから2人でどっちなのか。いや、それと同じキャンプをしてるよね、はい、だからどっちがやってもいいと思ってるはずなんだよ。あ、じゃあもしかするとお前が倒れたら俺行くし、うんうんうん、俺が倒れたらお前行ってくれっていうような、はい、そんな感じでやってるから、はい、いいんだよそれは。なあなあ、あいつ面白くねえやつだなって、そういう仲じゃないから。あ、じゃあそこはそうですね、お互いにそこら辺はスムーズ、うん、だから楽しみでしかしょうがない。いやだからそうですよね、 DeNA 今シーズンあるぞっていうことですよね。この前キャンプ、はい、確か行けないわと多分って言ったら、はい、いや来てくださいよって、なんでって、うん、話し相手がいない。いやコーチがみんな教えてるから。あ、俺はなんかキャンプで、うん、それはコーチに任さないとね。まあそうですね、自分が出しゃばることも、うん、はい、あいつはしないから、はい、ね、だからその代わりコーチには言うけどさ、うん、仕上がらなかったらなんでどうしたんですかっては言う力を持ってるからさ、ないですけど、だからキャンプの時は僕は暇でしょうがないんですよってだから話に来てくださいよって言われたけど、はい、なかなかな今、ね、このご時世だからな。そうですね、でも LINE 電話でずっと、まあ、そうだよな、テレビ通話してるのもいいかもしれないですよ。まあ、大輔もう本当に期待してるわ今年な。いえね、まあ、DeNA のキャンプね、本当楽しみですね。いや楽しみだよ本当にね、はい、はいはい、さあパ・リーグ日本ハムです、はい、まあビッグボスに任せときゃいいんじゃない、何をするか。いやここは選手というより新庄監督がどんなことをやってくるんだろうっていう。まあ練習試合かオープン戦の時に元木大輔にホームラン競争、はい、うん、やりましょうやりましょうって元木さん断ってましたよ、まあ、でも俺は企画としてはすごく素晴らしく面白いですよね。ああ見たかったんですけど元木さんが、まあ、元木が尻込みしちゃう俺だったらこれ今からスイングしちゃうけどなって言ってたけどね。いやだ、あの新庄がね、はい、言ってたけどすごく面白い企画、うん、いやだけど、まあ、あそこは何がどうなのかっていうとやっぱりね選手も育てなきゃいけないけど、はい、やっぱ新鮮だよね、うんうん、厳しいけど楽しいキャンプをするんじゃないかなと思う、はい、
だから課題というよりも新庄監督がどんなキャンプを見せてくれるのかというのが楽しみだし、はい、まあ、課題っていうのは山積みだよ ね、 そうですね。やっぱピッチャーも足りなければ野手も足りない、うん、でレギュラーがいない、うん、まあ、近藤健介ぐらいかな、はい、うん、もうしっかりしたのはね、はい、まあ、渡辺セカンドの、まあ、この2人ぐらいだと思うんだけど、うん、だから山積みなんだけど、まあ、どういう こうことでレギュラーをどう決めていくのか、はい、まあ、それも課題なんだけど、それを見たいっていう。見たいですよね。課題は何なんだって教えてほしいぐらい、こっちが課題は山積み。そうですよね、うん、あと新庄監督が日替わりだとどういう選手をこう上げていったりとか、その選手の入れ替わりとかが結構すごいあるのかなとか、シャッフルとか、ね、まああるだろうね、うん、あるし、はい、目は厳しいから、うん、おそらくどういうふうに立ち振る舞いをするのか、はい、まあ、楽しみにしたいけど、ね、はい、あとあの新ユニフォームがどういうふうに馴染んでくるのか、ブルーのなんか成分みたいだもんね。そうです、一瞬成分みたいで、まあ、はい、あれだったんですけどね、そのね、まあ、雰囲気にどういうふうにその、まあ、そうだね、はい、カラーがこうファンに浸透していくのかも楽しみですけれども、はい、さあ最後西武です。その西武です。西武は楽しみだよ。、まあ、そうですね、西武のブルペンは俺豪華だと思うよ。まあいい投手取りましたから、いい投手も取ったし、はい、伸びてきてるよね、高橋コーナー、今井、はい、松本、渡辺とかね、あと平投手もいますね、平もいるし、ね、はい、もういろいろバリエーションもあるし、はい、いいピッチャーも取ったし、うん、ね、だからブルペンも豪華になってきてると思うよ。そうです、ね、で今まではフォアボールが多いとか、うん、で今まではフォアボール出したホームランとか、はい、まあ、いろんなことを言われてきたけども、うん、今年は違うよ多分。おー、西武は楽しみ。本当の意味での投手王国が確立っていうことになりそうな予感ですよね。そう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 。じゃあ一方で野手陣どうですか。野手はもう昨年は不良の事故というかさ、うん、あ、そうですね、多すぎた。なんでここでデッドボール当たって骨折みたいな、あの立て続けでした、ね、なんでボールと取りに行って人体損傷みたいな、はい、まあ、ちょっと立て続けだったしさ、うん、山川が、はい、いい終わり方したんだよねシーズンの、うん、これはやっぱ今シーズンにつなげてると思うし、はい、だから4番は山川、はい、これをどういうふうに確立させるか、はい、で若林、はい、もうおそらく、まあ、開幕間に合うのかどうかわからないけども、でもなんか1番がやっと決まったと思った1番が、はい、なんか人体損傷でね、うん、まあ、昨年、まあ、棒に振ったという、はい、でもそのまでの成績っていうのはもう44試合かなんかで20個走ってたから、はい、盗塁だから、まあこれの復活とか、うん、もう楽しみでしょうね。ですよね。あと豊さんもおっしゃってたそのキャッチャー、うん、そのキャッチャーを育てるという意味でその森選手プラスアルファ、ああ中央のね、はい、ドラフト3位で入ったけど、はい、何試合かぶれる実力があるのかとかさ、うん、はい、それを見るのは楽しみだよね。そうですね、うん、何かあれですね、あの今年のキャンプは DeNA だったりとか、あと西武もそうですけれども、ちょっと昨シーズン成績が振らなかったチームが非常になんかこう面白い躍動するキャンプになりそう。いや、まあ、高校生、はい、ナンバーワンドラフトだったのは小園でしょ、はい、それが DeNA に入った、はい、俺もやっぱ刺激を与えると思うよ、うん、で隅田、はい、セーフ、これは大学生ナンバーワン、はい、いいと思うな。楽しみですよね。いや楽しみだよ俺。そうですよね、行ってみたいぐらいだよ。本来はそうですよね、間近で見たいっていうのがありますけれども、だから最下位の DeNA はもう本当楽しみだし、はい、キャンプそうもうね、課題というよりも課題たくさんあるんだよ、うん、例えば守備とか走塁とか、はい、それよりも勢いを持ったキャンプを、うん、で俺たちは大丈夫って、よし今年はいけるぞっていうような、うん、そのぐらいの気持ちでどんどん突っ走ってほしい。西武もしかり、そうですね、課題たくさんあるよ、はい、あるけどそんなことを飛び越えて、うん、ね、みんなで勢いあるキャンプを送ってほしいと思うよ、この2人、2つは。これができたら1位になるもん。まあそうですね、来年この席で、うん、ね、じゃあ1位はDeNA とパリーグは西武の課題を言っていきますので十分ありますよね。いや、なんかあのね、もちろんあの現地には行けないですけれども、そのテレビとか画面を通してなんか躍動感あふれる
本当キャンプっていうものをなんか見られそうですごくこう楽しみですよね。キャンプはね楽しいんだよ、うん、精神的なプレッシャーがないから。あ、まあそうですね、まだね、うん、結果が出ないから、はい、うん、だからいいんだけど、うん、でも行く先の結果を考えながら、はい、ね、姿を浮かべながらキャンプをやるといいよね。あ、そうですね、うん、だから要するにこう少し負荷をかけながら精神的な、うん、やった方がいいと思う。うん、そのなんかこう楽しみながらというよりかはちょっとプレッシャーを与えつつのびのびとやるということですね。はい、すべて12チームのキャンプの見どころ課題を見ていきました。